皆さん、こんにちは。報徳学院学習ブログのトシです。中学1年生の数学、1日5問問題練習の32日目です。では問題を見ていきましょう。次の計算をしましょう。丸1、マイナス3、足すプラス4、引くマイナス8です。ここの、まず引き算を足し算に直して括弧を外しましょう。そうすると、マイナス3足す4足す8。こうなりますね。マイナス3が負の項、4と8は正の項ですね。まず正の項を先に計算しちゃいましょう。そのマイナス3足す4足す8は12ですから12と。正の項と負の項比べると正の項の方が、絶対値大きいですから答えは正の数になります。で、12-3、これは9ですから、プラス9、またはただの9。これが答えになります。丸2番、マイナス 2×8-6 と。掛け算と引き算になります。掛け算が先に計算しましたね。マイナス 2×8 は、マイナス16ですね。で、引く6と。負の数同士ですね。答えは、負の数になって、絶対値は足し算ですから、16足す6、22、マイナス22。これが答えになります。括弧2番、絶対値が 2.5 より大きく、5より小さい整数をすべて書きましょう。こうなっています。絶対値が 2.5 より大きい整数。一番近いのは3ですよね。3、そして4で、5より小さいというので5は入りません。ですから絶対値が3と4になる数、これを書けばいいんですね。絶対値が3になる数、これはマイナス3とプラス3ですね。そして絶対値が4になる数はマイナス4、そしてプラス4。マイナス3プラス3、マイナス4プラス4。この4つが、括弧2番の答えです。括弧3番、次の計算をしましょう。丸1、マイナス1、括弧の2乗、足す、マイナス3、括弧の2乗。この括弧の外が2乗になっている場合は、これ、マイナス1を2回かけると。マイナス3を2回かける。こういう意味でしたね。で、マイナス1を、2回かける、つまりマイナス1かけるマイナス1はプラス1ですね。1足すマイナス3を2回かける、マイナス3かけるマイナス3はプラスの9ですから、1足す9、そうすると答えは10。このようになります。丸2番です。マイナス2括弧の4乗足すマイナス3の2乗括弧と。ここで気をつけなければいけないのは、この括弧の中で2乗になっている部分ですね。マイナス2括弧の4乗というのはマイナス4、あ、マイナス2かけるマイナス2かけるマイナス2かけるマイナス2、マイナス2を4回かけるんですね。そうすると4回かけますからプラスの16になります。16足す、この場合はマイナスはそのままで3を2回かけますから、マイナスの後ろにマイナス、そして 3×3 を計算するわけですね。そうするとマイナスの9ですね。正の数と負の数の足し算、正の数の方が、絶対値は大きいので答えは正の数になって、絶対値引き算16-9をやると7ですね。これプラス7と書いても構いませんね。括弧4番、次の計算をしましょう。丸1、マイナス8割るマイナス4と。同符号同士のマイナス同士の割り算。答えは正の数になるので、数字割り算すると8割る4は2ですから、プラスの2または2が答えです。丸2番、0割るマイナス5と。0はいくつであっても答えは0でしたね。ですから、イコール0。
こうなります。丸三、マイナス 1.2 割るプラス3、負の数割る正の数、異符号同士の割り算。答えは負の数になりましたからマイナス、で 1.2 割る3をやると 0.4 ですから、答えマイナス 0.4 になります。丸四番、プラス10割るプラス2、同符号同士、プラスの数同士の割り算。答えは正の数になって、10割る2を計算すると5ですから、答えは5またはプラス5、こうなります。括弧5、次の数の逆数を書きましょう、ね、逆数というのは2つの数を掛け合わせた時、その掛け算の答え積が1になる、ね、お互いの数、これを逆数と言いました。で、丸1、3分の2、分数の場合は逆数は分母と分子を反対にすればよかったんですね。ですから3分の2の逆数は2分の3、こうなります。丸2番、7、整数の場合は7、これを1分の7、こういう分数の形で考えればよかったんですね。これを反対にすると7分の1と、こうなります。丸3番、マイナス6分の5、負の数の逆数はやはり負の数になります。ですからマイナス、分母と分子を反対にすると5分の6、マイナス5分の6、こうなりますね。丸4番、マイナス5、マイナス5の逆数はマイナス5分の1、このようになります。よろしいでしょうか。今日も最後まで見ていただき、どうもありがとうございました。皆さんはどうぞこの動画を参考に、教科書や問題集の問題に取り組んでみてください。ではまたお会いしましょう。さようなら。